こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で一行です。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。一人か相手対。違う。頑張ってます。爆発力が足りないな。やばい。死んだ。はい、本日はイベントやっていきましょう。花咲く季節の3。花祭り、初めて参加するお祭りなのでちょっと緊張してます。サンセリーというか、まずオープニングからしてください。私も初めてですから。
私がフォローしてあげるけど。ドジのことなら心配しないでください。私だって今までいろいろと経験してきましたから。今回のお手伝いでスズメといえばドジという印象を変えてみせます。しっかりテキパキミスなく働くところを見ててください。まずはこのお土産を村長さんにお渡しして。おい待てよ、サレンの嬢ちゃんから持たされたお土産、そんな形の箱だったか。嬢ちゃんらしいミスじゃねえか。忘れちまったもんはしょうがないだろう。いきなり自信なくなっちゃいそうです。エンロはるばるようこそおいでくださいました。私がフラワービレッジの村長です。今年もお世話になりますぞ、救護員の皆さん。こちらこそよろしくお願いします。それでそのこちらお土産です。ちょっといろいろありまして、お口に合えばいいんですけど。おお、それはそれは、お心遣い感謝いたします。おにぎりにウインナー、卵焼きですか。お土産というかお弁当っぽいですな。まあ、お弁当だし。すみません村長さん、実は私のドジでお渡しするはずだったお土産の代わりにお嬢様にお渡しするはずだったお弁当を持ってきてしまって。結局正直に言っちまうのか。黙ってれば分からなかったかもしれないのに。これから一緒にお祭りの準備をさせてもらうのに嘘をつくなんてやっぱりダメですよ。村長さん、本当にごめんなさい。サレンさんから聞いていた通りですな。うっかり者ではあるが、優しさと誠実さを備え、従者として心から信頼を置ける人物だな。え？お嬢様がそんなことを？彼女と作業の合間に話すことといえば、救護員の子供たちの話か、あなたの自慢話でしたからな。相当お人柄を気に入っておられるのでしょう。そんな風に私のことを話してくれてたなんて、お嬢様。なのにいきなりドジしちゃってごめんなさい。今回お手伝いいただく花祭りは春を祝う祭りであり、その年の豊穣を願う神聖な儀式でもあります。準備の段階から自然を愛し、清らかな心で臨まなければなりません。その点あなたなら心配なさそうですな。どうか頑張ってください。ありがとうございます。ご期待に応えられるよう頑張ります。くよくよしてる場合じゃありません。お嬢様の言葉を嘘にしないためにも、ここから名誉挽回してみせます。村長さん、頼まれていたお花をもらってきました。そこのテーブルの上に置いておけばいいですか？早く手放したいっす。この花、ビースト族には香りがきつすぎて。祭りですね。それとまつりちゃんには何か別のお手伝いをお願いした方が良さそうだ。京香ちゃんとまつりちゃん、お二人も来てたんですね。救護員からお手伝いが来るとは聞いてましたけど、あなたも一緒だったんですね。そんなこと言ってません。ちょっとびっくりしただけです。スズメさんとは
話できなくてすみません。お二人もお客様じゃなくてお手伝いなんですか？はい、お母さんが村長さんと知り合いなんですけど、今年は特に人手が足りなくて困ってるって聞いたので。京香ちゃんの言う通りでしてな、こんな田舎なものですから若者がどんどん町へ流れてしまって、会場の飾り付けすら外部の方の手を借りなければ難しく。そうだったんですね。まつりちゃんもお手伝いですか？いえ、自分はジョンさんからに。じゃなかった。あ、そう、京香ちゃんと同じような理由っす。特に深い理由とか任務とか全然そんなのないっす。絶対なんかあるじゃん。まあまあ、お手伝いしてくれる人が増えるのはいいことです。そうですね、特にすずめさんみたいな年上の人がいてくれると安心できます。作業で困った時は相談してもいいですか？もちろんですよ。そんな風に言ってもらえるとちょっと照れちゃいますね。あなたは時々不審な行動をとるので、むしろ私がしっかり見ててあげます。スズメも不審というかハラハラさせられることをしょっちゅうやってるけどね。スズメは私が見ててあげるから安心して。さっさと真実を伝えた方がいいんじゃねえか。遅かれ早かれドジが多いのはバレちまうだろう。嘘はよくありませんが、伝える必要のないことは言わないのができるメイドだってお嬢様もおっしゃってました。それはスズメがうっかり出現した時のアドバイスで、隠し事してもいいって意味じゃないんじゃ。スズメさん、さっきの発言取り消してもいいですか？大丈夫です、安心してください。今度こそ立派に務めを果たしてみせますから。わかりました、私も一生懸命お手伝いするので、みんなで立派な花祭りにしましょう。早速賑やかになってまいりましたな。ぜひ仲良く協力し合ってください。お嬢様、スズメはドジなく成し遂げてみせますので。フラワービレッジの花祭り楽しみですね。私たちもしっかりお手伝いをこなしてお客様に満足してもらえる催しにしましょう。ではイベントクエストですね。ミッションをクリアすると、全部オート進行でいきましょう。
待してますよ、新人さんたち。未来読み捨てられない、これで終了。あんなにすごかったなんて、おかげでひどい目に遭いました。これからのお手伝いのことを考えると、対策を考えた方がいいと思います。何かいいアイディアはありませんか？困った時に開き直るのは良くないことだってお母さんが言ってました。ちゃんと考えないとダメですよ。
時は恥ずかしかったですけど、この花衣装本当に素敵だと思います。すずめさんにアレンジもしてもらいましたし、あの本当にちゃんと似合ってますか？今は二人だけなので本音を教えてください。おすすめの印象が違う。フラワービレッジにはたくさんお花が植えてありますね。あなたはどんなお花が好みなんですか？ちょっとその虫をもぐもぐしてるところとか愛くるしいですよね。なんか来たけど、受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。ガチャを引いてみましょう。素敵な仲間が増えますよ。ダメですね。ここにさらなる力を得るためのアイテムが眠っているみたい。どんどん挑戦して強くなっちゃいましょう。
選ばれた方にはずっと着用していただくので。花衣装って何ですか？花祭りは豊穣を願う祭りだと話したね。花衣装はその昔、豊穣の祈りを捧ぐ巫女が着ていた装束のデザインをモチーフにしているんだ。この衣装に袖を通した人は花祭りの責任者という扱いになる。もちろん伝統的な意味であって、実際は私が舵取りをするが、要は大切な役割だからしっかり頼むよということだ。大切な衣装なんですね。でもそれなら私たちより村の人が着た方がいい気がするんですけど。京香ちゃんの言うことはもっともだ。ところが今年は村の娘たち全員から祭りの準備を断られてしまって。全員からですか？全員といっても、そもそも2人しかおらんのですが、何でも町でやってる仕事が忙しくて村に帰ってくるのが難しいそうです。そうですか。ちょっと寂しい話ですね。本当に誰が来てもいいんですか？はい、構いません。人数は2人でお願いいたします。サイズは一通り揃っておりますから安心してください。ちょっと興味はあるっすけど、自分巫女装束とかそういう堅苦しい格好は苦手で。そこまで堅苦しい格好ではないよ。花の飾りがついたワンピースで、君たちの誰が着てもきっとよく似合うよ。温かいお言葉には感謝するっすけど、聞く限り自分は絶対似合わないと思うんで辞退するっす。スズメと京香ちゃんが来たらいいんじゃない？二人ともそういうの似合いそうだし。ママサレンに立派にお仕事できたって自慢したいでしょ？だったらスズメが準備の中心にならなきゃ。この中だと一番年上だしね。あやねちゃん、その理屈だと私も着た方がいいのはどうしてですか？スズメはうっかりが多いから、もう一人の責任者はしっかり者の人がいいなって思って。あやねちゃん、そんなこと言っちゃダメですよ。スズメさんは年上のお姉さんなんですから、ちゃんと尊敬しないといけません。まあまあ、そういうのってあやねなりに心配してるだけなんだ。スズメの嬢ちゃんのことはちゃんと大好きだから勘弁してやってくれ。余計なこと言わないでよ、ボッチ。お兄ちゃんはどう思う？二人がぴったりだと思わない？そうでしょうか。でもあなたがそう言ってくれるなら私は挑戦してみます。ちょっと緊張しますけど、私も大丈夫です。しっかり役目を果たします。話はまとまったようですな。では奥の部屋に衣装をご用意しますので、そちらで着替えていただければ。わかりました。それじゃあ京香ちゃん、行きましょうか。はい。待っている間に会場をご案内しましょう。いかがですかな？お兄ちゃん、見に行こうよ。飾り付けはこれからかもしれないけど、お花はもう咲いてるんじゃないかな。すごーい。花壇もお花がいっぱいで綺麗だし、立派な温室まで立ってる。自分も最初見た時はびっくりしたっす。なんでもお祭りの時期以外でも花の栽培に力を入れてるらしいっすよ。村にとっては大切な財産なんだよ。このお花をランドセルの人たちに買ってもらうことで、私たちも村に足りないものを外から買い入れることができるんだ。それじゃあもし綺麗に咲かなかった
ああそうだよ。だからこそ毎年花祭りを開いて、この村の花や作物が健康に育つよう願うんだ。そうなんすね。それにしてもスズメさんたち遅いっすね。着替えるだけなのに相当時間経ってるっすよ。皆さん、お待たせしました。ほら、ジョーカちゃんもこっちに来てください。でも待ってください。まだ心の準備ができていなくて、いきなり大勢の人の前に出るだなんて無理です。どっちみち後で大勢の人に見られるんです。まずはみんなに見てもらって雰囲気になれましょう。というわけで、どうでしょうか。花祭りの衣装に着替えてきましたよ。変なこと言わないでください。そんなだから変態不審者さんだと誤解されるんです。素直に私たちの衣装を褒めてくれてるんですよ。ジョーカちゃんも恥ずかしがらないで、もっとちゃんと見せてあげてください。あれ、なんか更衣室に持って行った衣装からデザインが変わってない？あやねちゃん、よく気づいてくれました。衣装担当の方から許可をいただいたので、私の方でちょっとアレンジしてみたんですよ。それで時間がかかってたのか。まあ、スズメのジョーちゃんも針仕事は間違いないし、思い入れも深くなっていいんじゃねえか。ほら、ジョーカちゃん、こっち向いてほしいっす。照ればっかりじゃダメっすよ。責任者らしく堂々としてなきゃ。そう言われても、こんなに綺麗な飾りがついた可愛いお洋服なんてあんまり着る機会がなくて、おかしくないですか？大丈夫ですよ。誰も京香ちゃんのこと笑ったりしませんから。可愛すぎてニコニコはしちゃうかもしれませんけど。ほら、あの方にもちゃんと見せてあげてください。普段2人は仲良しさんなんですよね。仲良しだなんて。まあ、そのおままごととかする中ではありますけど。へえ、そうなんすね。自分もこの人とトラタイガーごっことかやってるっすから、なんとなくノリはわかるっすよ。坊ちゃんも面倒見がいいよな。あやねも結構付き合ってもらってるしな。ほっ、ほん、あの、ジョーカちゃんのこと褒めてあげてくれませんか？きっとあなたからの言葉が一番嬉しいでしょうから。お花を選んでるんすよね。
ちゃんやまつりちゃんにもこういうお洋服を用意してあげたいですね。どうやらお披露目は済んだようですな。村長さん、こんなに素敵な衣装を貸していただいた上にアレンジまで許していただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ引き受けていただいて感謝しております。衣装それ自体は丈夫に作ってありますので、どうぞ安心して作業に持ちていってください。綺麗なだけじゃなくてお仕事のことも考えてあるんですね。すごいです。村の伝統であり自慢だよ。おっと、本来の用事を忘れるところでした。皆さんと作業する村の若者を一人紹介したくてですな。今呼びますので、リュウジ、こちらに来て皆さんにご挨拶しなさい。ああ、別にいいだろそんなもん。祭りの間だけ来てるバイトみたいなやつらだろ。なんだか怖そうな声が聞こえてきましたが大丈夫でしょうか。一緒に作業をするのにお話ししにくい人だったら。でもこの村の方ですし、村長さんが紹介してくださるわけですし、きっとその大丈夫だと思います。多分。すまんねえ、怖がらせてしまって。ほれ、さっさとせんか。話しやがれ。わかったよ、挨拶すりゃいいんだろ。あ、出てくるみたいですよ。一体どんな方。なんだ、全員固まっちまってるじゃねえか。俺を見てビビってんのか。お、春になると不審者が増えるって聞いたことあるっすけど、こういう感じなんすね。夢に出てきそう。その頭どうなってるの。頭がお花畑かよ。鉄波星は聞いたことあるが、本当にお花畑になってるやつは初めて見たな。ジジイ、どう考えても俺よりこいつらの方が失礼なんだけど。初手から言葉のナイフ振りかざしてくるじゃねえか。すみません、すみません、みんな子供だから素直な感想が出てしまって。感想自体は正しいみたいな言い方もやめろ。そこのお前も何か言いたそうな面してるじゃねえか。文句あんなら言ってみろ。変なところで仲間意識を持たないでください、変態不審者さん。よし、大概にせっか。こんな男ですが根は悪くないやつなのです。何卒よろしくお願いいたします。けこれは大変そうな気がしてきました。お、行きましょう。本当にびっくりしたよ。ちなみに種族は何なの。多分ドラゴン族並みに珍しかったりするんだよね。人間に決まってんだろ。言っておくがな、好き好んでこんな格好してるわけじゃねえ。ジジイに命じられて仕方なくやってるんだ。え、村長さんの指示なんですか。一体どういった理由で。まあいずれは分かってしまうと思うので今のうちにお話ししてしまいますが、彼は元ギャングのメンバーでナイトメアに逮捕されたことがあるのです。
やっぱり変態不審者さんなんですか？変態行為で捕まったように思われるからやめろ。罪状は窃盗だ。いや、どっちみち得意げに言うことじゃねえぞ。窃盗って泥棒さんだよね。牢屋から逃げてきたわけじゃなさそうだけど、すごく目立つ格好だし。どうしてここにいるの？ったく、ガキは何でも知りたがるな。自首したから罪が軽くなったんだよ。監督付きで奉仕活動をすれば服役はしなくていいってな。というわけで私が面倒を見ることになったんです。ご覧の通り不愛想な男なので揉め事も大変なのですが、根は悪いやつじゃありませんので。そんな事情があったんですね。でもその格好はどうしてなんでしょう？説明が欲しいのは俺の方だ。ジジイ、なぜ俺はこんな格好をしなきゃならねえ？何度も説明しただろう。お前みたいないかついやつはまずはプリチーな見た目にして村に馴染めるようにせねばならん。プリチー？村長さんとしてはこれが可愛い見た目なんですか？改心するにもまずは形から。この格好で愛想を振りまけばきっと村にもすぐ馴染める。そうですね。本当にそうかな。勢いでごまかされてるような。私も自信がありません。あ、そこを歩いてる人に感想を聞いてみましょう。慣れなかった男の末路。あ、まあこんな具合に他の村人とも本音をぶつけ合えるほど仲良くやれておるわけです。本音をぶつけ合うっていうか一方的な言葉の暴力だったっす。ごめんなさい。私たちが間違ってただけで他の人からは評判がいいのかもって思ったんです。もういい、十分だ。さっさと作業に入らせろ。そうですね、そうしましょう。仲良くなるにも共同作業をしながらの方がいいですもんね。前科者だって分かった。なんだこれ。気の抜ける連中。元気があっていいですな。それと一応念押しさせていただきたいのですが。はい、何でしょう。龍二は確かに過ちを犯したかもしれません。しかしお伝えした通り、私は根は悪くないやつだと思っています。真面目に働く限りこいつも村の仲間です。どうかそのつもりで接してやってください。つうわけで、ここが今日作業する場所だ。この辺は花祭りに来る観光客も通るんだが、ご覧の通り植え込みが雑草だらけになってる。それをみんなで刈り取って、きれいにしようってことですね。南から来るお客さんが最初に通る道ですし、村の玄関みたいなものですよね。きちんと掃除してお出迎えしないと。二人ともすっごいやる気だね。私はもうちょっと楽しそうな作業を想像してたから、救護員のお手伝いと変わんなくてちょっとがっかりかも。そりゃ面白おかしい作業だったら村の若い連中も喜んで帰ってきてるはずだろ。なあ祭りの嬢ちゃん。
つりちゃん、どうしたんですか？リュウジさんのことをじっと見て。おお、いや、なんでもないっす。まさか、ナイトメアの任務で監視する相手があんなおかしな格好の人だなんて。ジュンさんからはきちんと見極めるようにって言われたけど、本当にギャングから足を洗ってるか確認しなきゃなんすよね。疑わしい事件も起こっちゃってるし、はあ、これは前途多難の予感っす。おい、道具はこっちに用意してある。いつまでも喋ってねえで手を動かしてくれ。あ、すみません、ご丁寧にありがとうございます。よいしょ。おい、外から手配した荷物はここでいいのか？そこ置いといてくれ。後で俺が片付けとく。ああ、そうか。盗んだりするなよ。みんな見てるからな。盗まねえよ。花の種なんざ。何ですか？今の言い方。いくらなんでもひどいと思います。リュウジさんは何もしてないのに。ガキには分かんねえかもしれねえけど、あれが普通なんだよ。誰だって元ギャングと同じ村で暮らすなんざ願い先だ。だからってわざわざ意地悪言わなくてもいいでしょ。嫌いなら放っておけばいいだけなのに。あやねの言うことにも一理あるぜ、花の兄ちゃん。今のお前に落ち度がねえなら言い返すくらいしてやれよ。そんなことしたら村長にも文句がいくだろう。好きに言わせておけばいい。リュウジさん、こんな格好でごまかせるほど世の中甘くねってことだ。お前らも俺とは距離を置いた方が。それはダメです。村長さんとの約束を破ることになっちゃいますから。ジジイとの約束なんざどうでもいいだろう。周りから白い目で見られてもいいのか？リュウジさんが一人ぼっちになっちゃう方がずっと問題です。それに私もリュウジさんと一緒に仕事がしたいですから。好きにしろ。喋ってても仕事は片付かねえし、さっさと始めるぞ。ちゃんとやってるじゃねえか。こっちの植え込みは全部済ませたから休憩に入っていいぞ。え、そっち側全部一人で草刈りしちゃったんですか？そりゃ毎日のようにやらされてるからな。こっちが折ればあっち、あっちが折ればこっち。草ってのはすぐ伸び上がるんだ。リュウジさん、本当に真面目に働いてるんですね。なのに村の人たちからはあんな扱いで。村長さんが心配するのも分かっちゃいます。何かできることがあればいいんですけど。まずは路地で迷惑かけないようにするのが先ですね。次は種まきだ。花壇にさっき届いてた種をまきに行くぞ。どこに何を植えるか決められてるから適当にやんなよ。用意してある量も盛りだくさんですね。任せてください。この種はあそこの花壇にまけばいいんですよね。張り切っていきますよ。待て、一旦落ち着け。
前が持ってるのは肥料の袋だ。そんでお前が指さしたのはもう種まきが終わってる花壇だ。ごめんなさい。リュウジさん、気になってることがあるんですけど、この花壇少し魔力が宿ってませんか？あ？ジジイもなんかそんなことを言ってたな。俺は魔法なんてさっぱりわかんねえから無視してっけど、なんでもこの村の土地は特殊な土壌で、魔力の影響で植物が成長しやすくなるんだとよ。ここが花や作物で有名なのもその土のおかげってわけだ。そうだったんですね。何かお花を育てたくなったらこの村の土を分けてもらうと良さそうです。残念だがそいつはダメだ。土のおかげでよく育つのは何も花だけじゃない。毒草や植物型の魔物の成長も早まっちまう。だから土の持ち出しは禁止だし、何を植えるのかはこうしてきっちり決まってるわけだ。理解できたか？すごい効果だからこそ慎重な扱いが必要なんですね。スズメさん、注意しながら作業しましょう。間違った種を植えたら大変なことになりそうです。もうすでに心配される側になってるな。これから挽回していきますので、まずはこのお花の種を向こうの花壇に運んで。あっ、スズメ、荷車を押すときは周りを確認しないと。変なところに引っ掛けたら。お？怪我はないですけど、全身種まみれで
さらに行きましょう。スズメをドジがついてしまう。爆発はまずいって。よかったな、スズメの嬢ちゃん。お前のおかげで、リュウジと村人が仲良くなれそうだぞ。ちっとも良くないですよ。でも、皆さんの言うことももっともですし、私、やっぱりやらない方がいいんでしょうか。まだ始まってから数日しか経ってないのに、簡単に諦めちゃっていいの？こういう時、スズメはいつもきっと大丈夫ですって励ましてくれるのに。リュウジさん、皆さん、もうちょっとだけ待ってもらえませんか？スズメさんも仕事に慣れてくればドジも減ると思うので。だがな、気持ちはわかるが、さすがにダメだ。今はご愛嬌で済んでるが、怪我人が出てからじゃ遅いんだよ。でも、あの、スズメさんだって頑張ってるし。京花ちゃん、気持ちはわかるっすけど、リュウジさんの言い分は正しいっす。ただお願いするだけじゃ納得してもらうのは難しいっすよ。まつりさん、だからまず、スズメさんのドジを防ぐ方法を考えてみるっす。それでちゃんと結果を出してから改めてみんなにお願いしてみるのはどうすかね。俺からも頼むぜ、花の兄ちゃん。スズメの嬢ちゃんに挽回のチャンスをやってくれ。お前らな、つってもなかなかとは待てねえぞ。花祭りの開催は今月末で、手を止めてる暇ねえんだからな。そうっすね。せめて3日くらい待ってもらえないっすか？それくらいだったら作業に大きな影響も出ないっすよね。まあ作業日程には多少余裕を持たせてあるから、それくらいなら待ってもいいよ。じゃあそれでお願いするっす。リュウジさんも大丈夫っすよね？それでなんとかなるならな、期待してねえけど、せいぜい頑張って奇跡を起こしてくれや。日取りを考えたら、あんまり長い期間待ってもらうのも。完璧にドジを直すのは無理でも、リュウジさんたちを説得できるだけの結果は出さないと。じ
ないと衣装を没収されちゃう。せっかくスズメに似合ってるのに。あやねちゃん、諦めたらあやねちゃんの期待を裏切ることになるんですよね。私に衣装を着てほしいって言ってくれたのもこの子ですし、やっぱり周りの人たちをがっかりさせっぱなしじゃダメです。私なりにできることを考えないと。何かいい方法ないですかね。いっそドジをすればするほどお仕事が片付いていけばいいのに。スズメの嬢ちゃん相当参ってるみてえだな。いよいよ言動がおかしくなってるぞ。いえ、悪くないアイディアかもしれません。え、本気なの？多分スズメ適当なこと言ってるだけだと思うよ。そんなことありません。この前読んだ本にも、行き詰まった時は頭を柔らかくして発想を逆転させることが大事だって書いてありました。すげえな。それを聞いただけで適当にふわふわしたことが書いてある子供騙しのインチキ本だってわかるぜ。いいから聞いてください。まずスズメさんのドジの結果を思い出すんです。あらゆるものをぶちまけ爆破し、村の人たちから悲鳴が上がってるっす。うん、改めて言葉にされると辛すぎます。逆に言えばスズメさんに何かをぶちまける仕事とか何かを爆破する仕事をお願いすればいいんですよ。なるほど。でもスズメの嬢ちゃんを舐めてもらっちゃ困るぜ。それを見越して仕事を振ってもしっかり閉じるからな。爽やかな感じでひどいこと言わないでください。そんな負の信頼いらないですよ。確かにただお願いするだけじゃダメだと思います。だから私がスズメさんの取扱説明書を作ります。取扱説明書？スズメさんのドジをコントロールできるようにするんです。想定してた通りにドジをしてくれれば被害を成果に変えられるはずですから。急に難しい話になってきたっすね。でもこのまま何もしないで3日後を迎えるよりマシっす。うん、私は皆さんほどスズメさんと過ごしてないですから、スズメさんの癖とか路地の傾向とかそういうのが分かれば教えてほしいです。それなら任せて。100個くらい思い出せると思うよ。お恥ずかしい限りです。とほほ。自分ももちろん手伝うっす。あ、でも具体的に何をやったら良さそうっすかね。スズメさんのドジについては詳しくないし。まつりさんは書類仕事で気をつけた方がいいことを教えてもらえませんか。私たちがそういう仕事のお手伝いをしてるとき一番ミスがなかったのってまつりさんな気がするんです。確かに自分は普段から書類仕事を任されてるんでアドバイスできることがあると思うっす。あなたは強化でスズメさんをサポートしてあげてください。時間がないのでスズメさんにはいっぱいお仕事をこなしつつ路地もたくさんしてほしいんですけど。まあ疲れちゃうよね。お兄ちゃんの力でスズメを元気にしてあげてね。皆さんありがとうございます。ここまでしてもらえるなんて。喜ぶのはまだ早いですよ。みんなでスズメさんを手伝って村の人たちに褒めてもらいましょう。
項目をメモして、書類ができたらそれを見ながら点検すればいいっす。クリスティーナさんや係長が言ってたから間違いないっす。確かにいいアイデアだと思います。まつりさんが作ったメモとか参考にしてもいいですか？もちろんっす。自分メモにはトラタイガーの似顔絵も入れるようにしてるんで、その書き方も伝授するっすよ。これまでのパターンからして、あと2歩歩いたら転んで種の入った袋を落とすので、うん、やっぱりあやねさんからの情報通りですね。これを有効活用するには、ドジしすぎたせいで心も体もクタクタです。ありがとうございます。あなたの力を感じられて元気いっぱいになりました。では引き続きドジを繰り返してください。サンプルが多いほど正確な説明書になると思いますから、任せてください。支えてくれてる皆さんのためにもどんどんドジしていきますよ。なんていうか、真面目な顔でドジの決意を固めるってちょっと変かも。まあ今は強化のジョーちゃんの計画を信じてやれ。案外びっくりするような結果になるかもしれないぜ。すごい、本当にありがとうございます。どんなことが書いてあるんでしょう。まず最初に、スズメさんとお仕事をする前にこの説明書をよく読み、正しく接することで事故ゼロを目指しましょう。なんていうか、土木建築の道具みたいな扱いになってませんか。実はそういう解説書を参考にしました。どうしたら事故を防げるのかがたくさん書いてあって、参考になるとまつりさんに教えてもらったんです。クリスティーナさんが戦場で役に立つとか言って無理やり読ませてきたんすけど、まさかこんな形で役に立つとは。ちょっと複雑な気分です。でも私自身でも実践できる項目があるのは嬉しいですね。これさえあれば私もついにドジ脱却。ちょっと待て、800ページもある説明書を読みながら作業は無理じゃないか。暗記するにしても村の連中には今日成果を見せる約束だろう。考えてなかったっす。じゃあこうします。私は説明書の中身は大体覚えてるので、どう動けばいいのか指示を出します。はあ、本当にすみません、京香ちゃんにそこまでさせちゃって。大丈夫です。早速リュウジさん
説明書がどうたらこうたらとか言われたんだが、さっぱり意味がわからねえ。とりあえずスズメちゃんのドジへの対応策ができたってことでいいのかい？実際に見てもらった方がいいと思います。みんな配置についてください。説明書158ページ、フォーメーション種まきです。了解です。何？どういうことだ？なんでこいつはこんな軍隊じみた動きになってんの？そこまでしないとどうにもなんなかったの？スズメちゃんのドジ。改めてもっともなご意見を頂戴すると心が痛いです。気にしないで集中してください。それではスズメさん、種まきをどうぞ。はい、今回はそこの花壇にこの種を。いきなりこけてんじゃねえか。また種をぶちまけて終わりかよ。このパターンはあそこから3歩下がって祭りさんの方向に袋を切り飛ばしてください。なあ、スズメちゃんが放り投げた袋を彼が華麗にリフティングしたぞ。ジョーちゃんが袋を放り出す方向をあらかじめ予測してそこに他の連中を配置しているってのか。祭りさん、7時の方向に2歩下がってレシーブしてください。任せるっす。はい、レシーブ。これで袋は花壇の真上に来ました。あやねさん、あとはお願いします。オッケー、プーキチフルスイング。これはジョーちゃんが放り投げた袋を適切なタイミングで破裂させ、一瞬で種まきを終わらせただと。ふう、なんとか成功です。皆さんありがとうございました。これがみんなで考えたスズメさんのドジで作業を効率化する方法です。他のパターンのドジにも全て対応策を用意してますから。まさか本当にやりやがるとは。一瞬普通に放り投げても同じことできるよなって思ったけど、ここまで仕上げてきた連中に言うのも野暮ってもんだ。今回さ、思ったこと全部口から出る人しかいなくない？とにかく他の作業についてもスズメさんのドジをカバーしたり逆に利用できる方法をまとめた説明書も用意したんです。これを参考に作業をすればさっきみたいに花祭りの準備も楽になります。だからスズメさんをクビにしないでください。そのお願いします。みんなにここまでしてもらったのにお手伝いから外されちゃったら。私、まあその説明書とやらの中身次第だが話を聞いてみる気にはなった。そうだな、スズメちゃんへの判断は一度保留にしよう。はあ、ありがとうございます。京香ちゃんたちのおかげですよ。はい、でも頑張っていくのはこれからです。気を引き締めていきましょう。ここまで行きますか。最後、
に生じる歓声を利用して逆に壁の校舎に飾りを叩きつけたの。ちゃんとくっついてますね。本来の作業時間より10分短縮です。今度は皆さんの洗濯物を洗います。間違えて洗剤を全部注いじゃいました。このドジ説明書で見たやつだ。というわけでもっと大きな洗濯桶と洗濯物を村中からかき集めてきたぜ。これなら洗剤も無駄にならないし、みんなも手間が省けるだろう。ありがとうございます。あとは私が頑張ってお洗濯しますね。仕入れてた資材の書類はできました。説明書の通り点検もバッチリです。誰誰、どこも間違えておりませんな。ありがとうございます。よかった。最初はどうなることかと思ったが、だんだん本当に作業のペースが速くなってやがる。こんなやり方があるとはな。皆さんに助けてもらってるおかげです。本当にありがとうございます。私も衣装を着るのが恥ずかしい時にすずめさんに優しくしてもらいましたから。誰かに優しくしたら自分が困ってる時にちゃんと帰ってくるす。自分だってすずめさんが意地悪な人だったら手伝ってないし。よかったねすずめ、ちゃんとみんな分かってくれて。感動で泣いちゃいそうです。本当の本当にありがとうございます。でどうだよ、すずめがどじっても作業はなんとかなる。俺はもう文句はね。お前らは。まあ確かに前よりマシにはなったけど、結局ドジは治ってないってことだろ。今までがひどかったからマイナスがゼロになっただけじゃ手放しには喜べないわ。そんなことありません。すずめさんのドジはすでに作業時間の短縮に貢献してます。いやまあそうなんだが、実はスズメの土地で遅延した作業時間を取り戻すにはまだ全然足りてねえんだよ。これからも頑張ります。このままのペースで作業を続けていけばきっと。でも一つあたりの作業で短縮できる時間ってそこまでがっつり多いわけじゃないんすよね。種まきがそうだったんだけど、もう終わっちゃってるし、あとはコツコツ数分短くするっていうのを繰り返すしかないかも。そんなちんたらやってたんじゃ、スズメの嬢ちゃんがドジを帳消しにする前に花祭りの日になっちまうぞ。残りの作業で時間がかかるのは、屋台の出店スペースの整備、ここって確かすごく時間がかかるんじゃありませんでした？そうですね、ここの作業を一気に終わらせられたら本来の予定よりいいペースになると思います。だったら新しい作戦でいきましょう。攻めのドジ運用です。本当に広場の倉庫を整理するだけなんですか？気をつけなきゃいけないこととかってあります？何もないので大丈夫です。いつものすずめさんらしく堂々とお仕事してください。わかりました。それじゃあ早速やってみますね。村長さんから借りた本に書いてあったんですけど、大きな利益を出すには危険を恐れてはいけないんです。おい、ジョーちゃんがいなくなった後で怖いこと言うな。ジジイからなんて本を借りたんだ？老後のための 100% 絶対勝てる資産運用という本です。
も成功したような語り口だけど、ボロ負けじゃねえか。崖に何進めてんだ、あのジジイ。でも、書いてあること自体は正しいと思うんです。大きな結果を出そうと思うなら、難しいことに挑戦しなきゃいけない時もある。つまり、ドジが起きるのを待つんじゃなくて、自分からドジをして、お仕事を成功させるんです。ドジで成功って、この広場でやる作業は草むしりとゴミ拾いだけど、それをドジして片付けちゃうってこと？すぐにわかります。そろそろですから。そろそろ。やっぱり。魔法でかばってくれてるって知らなかったら本気で頭抱えてる状況っすよ。でもこれがスズメさんの才能なんです。ドジでとてつもない被害を出すってことはそれだけのエネルギーを生み出してるってことですから。そいつを向ける方向を整えりゃ強力な武器になるってことか。最高効率で適切な箇所だけ焼き払ってるのを見るとドジメイドのままでいてくれって思っちまうけどよ。それはいいんですけれども、本当にそろそろ何とかしてください。というわけで、本来なら丸一日かかる予定だった広場の整備なんですけど、スズメのジョーちゃんが全部焼き払ったんで30分ほどで終わったぜ。しかも関係ない草木は焼かずに綺麗にゴミだけ片付けてある。頑張ってみました。皆さんいかがでしょう。ご満足いただけたでしょうか。破天荒もいいところだけど、でも結果は確かに完璧だな。さすがにここまで頑張ってくれたのにまだ疑うのは意地悪が過ぎるわね。今までの非礼をお詫びするわ。もちろんリュウジにも。
全然よろしくやろうって空気じゃなかったってのによ。当然だ、双方壁を作っておったんだからな。まずはどちらかが意地を捨てて歩み寄る必要があった。あ、村長さん、その結構派手な作業になっちゃったんですけど、大丈夫でしたでしょうか？私も結果が出てるのなら文句はありませんよ。むしろ見た限り、あなた方が来る前より状況は好転しているようだ。改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。そんな、私だって他のみんなに助けてもらってばっかりで、相変わらずドジしかやってないですよ。だとしたら、そのドジは天からの賜り物ですな。あなたがドジをして、それをリュウジたちが助ける中で、村の問題が一つ片付いたのですから。本当に結果を出したらみんなの態度が変わっちゃいました。ありがとうございます、まつりさん。自分はちょっとアドバイスしただけっすよ。具体的な方法を考えたのは京香ちゃんだし、すずめさんもくじけず最後まで頑張ったっす。くじけず頑張ったとは言いますけど、結局ドジは治ってないですし、リュウジさんも付き合ってもらってすみませんでした。いやー、その、なんだ、俺も最初は疑ったりきついことを言ったりして悪かった。ジジイの言う通りだ。お前らのおかげでいろいろ風向きが変わってきた気がする。迷惑じゃなけりゃ、これからもよろしく頼むぜ。こちらこそよろしくお願いします。水場が外にしかないので、お外で歯磨きしないといけないのはちょっと不便ですね。あなたもついてきてくれてありがとうございます。念のため言っておきますが、怖かったわけじゃありませんよ。一人じゃ寂しいかもって思って誘ってあげたんです。でも後でトイレにもついてきてください。あれ、リュウジさん、こんな時間に作業をしてるんですか？ん、まあ明日の準備に必要な飾り、少しでも進めとこうと思ってよ。それは明日みんなでやればいいじゃないですか。リュウジさんだけ遅くまで頑張る必要はないですよ。いいんだよ、俺がやりてえからやってるんだ。どうにも昼間の光景が頭から離れなくてな、眠くなるまで手を動かしてんだよ。え、ごめんなさい、そんなに怖かったですか？スズメさんが広場を焼き払ったの。そっちじゃねえ、村の連中の態度が変わったことだよ。それはいいことじゃないですか。どうして眠れなくなるんですか？俺もスズメの嬢ちゃんみたいに、どんなにドジをしても腐らずやってたら、ギャングをやらずに済んでたかもって思っちまったよ。あの、そのどうしてギャングになったんですか？聞きにくそうな顔して結局口に出すところはまだガキだな。まあ大した話じゃねえよ。俺もあいつと変わらなかった。どんな仕事を始めても失敗ばかりだよ。ただ違うのは、すぐに諦めて仕事をコロコロ変えたってことだ。それでもうまくいかなくて、最後は盗みで稼ぐようになった。それがギャングのボスの目に留まって、本格的に道を踏み外したってわけだ。誰も助けてくれなかったんですか？リュウジさんがうまくいかなかった時は。誰も助けてくれなかったよ。ギャングに入ってからも下っ端で捨て駒みたいな仕事ばっかり押し付けられた。ああ、無茶な盗みに入ったところをガキに見られてな。ちょうど強化くらいの年だった。ボスからは見られたら殺せって言われてたんだけど、いざその時が来たらできなかった。それで自
収したんですね。偉そうに言ってたけどよ、俺はお前らよりずっと根性なしなんだ。普通の仕事も続かねえし、悪党としても覚悟が足りねえ。それがどうにも情けなくてな。情けなくないと思います。おいおい、ジョーちゃんまで起きてたのか。すみません、お水を飲みに行ったら話し声が聞こえてきたもので、全部消えてしまいました。リュウジさんもみんなと助け合いながら、というか私が一方的に助けてもらってる感じですけど、とにかくうまくお仕事できてるじゃないですか。だから今度こそ大丈夫です。やり直せると思うか。今からでもよ。助けてもらった分、私も力になりますから。頑張って花祭りを成功させて、皆さんに認めてもらいましょう。ああ、そうだな。俺もここを片付けたら寝ることにする。お前らもいい加減寝ろ。はい、明日も頑張りましょう。それじゃあ、おやすみなさい。出てこいよ。今さら俺に何のようだ、ボス。ん？さすがだな。見てくれは間抜けになったが、泥棒としての勘は鈍ってないらしい。っていうか、マジでその格好は何なの？罰ゲーム？ん？好きでやってるんじゃねえ。格好の話はやめろ。あと、ここに金目のもんなんてねえから消えろ。そんなことはないだろう。農作物はたっぷりあるし、何より花祭りには分厚い財布を持って観光客が大勢やってくる。何がいいで。仕事の話だよ。花の世話するよりずっとお前向きのな。なんだ。フラワービレッジの花祭り、楽しみですね。私たちもしっかりお手伝いをこなして、お客様に満足してもらえる催しにしましょう。ということで、ちょっと不穏になりかけたところで、今回はここまでとなります。はい、次回はこのイベントの後編をやりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲームが動画でいこうでした。